サー・ウィリアム・ヘンリー・ウィルキンソンは、イギリスの外交官、中国学者。中国のゲームの収集と研究で知られる。ウィルキンソンは、ダービージャー・ノベルパーで生まれ、1880年に、オックスフォード大学ベリオール・カレッジを卒業した。同年から、清ヨシや朝鮮のイギリス講師館で働いた。1893年から翌年にかけて朝鮮、総領時代理。 1899年に、寧波の領事、1902年から1911年まで、雲南省と紀州省の総領事、1909年に、生徒、1911年から翌年にかけて、法典、1912年に、観光にあった。1918年に退職し、バースに住んだ。関風のキング朝鮮の領事代理であった時に、朝鮮政府を表した。 イザベラ・ワード、朝鮮機構の序文にはこの書物が参考になったことを述べている。公務と同時に中国や朝鮮のゲームを収集した。それだけでなく中国の紙パイをアレンジしたカンフーというゲームを販売した。1895年にトランプの起源が中国にあるとする説を述べた。1893年にシャンチーの本を出版している。この本は 秋代の立花中飛に基づき、長い間英語で書かれた、シャンチーに関する唯一の選挙だった。また、チャンギの紹介も言った。スチュアート・キューリン、朝鮮のゲームのチャンギの章はウィルキンソンが書いている。1893年のシカゴ・万国博覧会で、様々な中国のゲームを展示した。この展示については、キューリンによる記述があるが、マージャンの初期の版と思われる。 中初というゲームがあったらしい。ありがとうございます。